この番組は光圀社長と社員たちが世間で話題になるであろうおすすめ情報をいち早くキャッチし皆様にお届けする番組です。いつもおすすめ情報をお届けしているこの番組、そんな中今回行うのは反町による白熱おすすめプレゼン会議。この反町のお二人が、うん、このことに関する愛情はもう誰にも負けないというおすすめ情報をプレゼンします。どちらが心に響いたかを社長に判定していただきます。あ、なるほど、お願いします。お願いします。二人がプレゼンするのは高校野球とドンキホーテ。熱い愛で語ります。白熱おすすめプレゼン会議、まずは番内の高校野球。僕はですね、実は高校2年生の夏に甲子園に出場した経験がありまして、すごい、はい、マジで。どちらですか。富山県の高岡商業高校という高校で甲子園に出場させていただきました。高商や、はい、すごい。そうですよ、甲子園球児の日常。これはですね、もう学校生活のエピソードになります。はい、ドン、アイドル。はい、このようなね、今時の爽やかな見た目じゃなくてもこうアイドル気分を味わえたんですよ。え、わーって言われたってこと。そういうことです。振り向いたら黄色い線。毎朝ね、僕が登校するたびに後ろから僕番内って言うんで、番ちゃんって女の子の声が聞こえるんです。で、こう振り返るじゃないですか。したらキャー、悲鳴じゃない。悲鳴じゃないよ。黄色黄色。じゃあ続きましていきますね。はい、こちら厳しい練習。そうでしょう、はい、そうですよ。やっぱりこうアイドルのような日常生活を送ってましたけども、うん、やっぱ強いところは厳しい練習ちゃんとやってます。うんうん、で、僕のチームのこの厳しい練習こちらです。108のノック。おーおーおー、はい、煩悩みたいです。うん、そうです、まさにその通りでございます。はいはいはい、この108という煩悩の数にこだわって、はい、これ夏の大会の前にノーミスで取り切らないと終わらないっていう練習を毎年やるんですよ。はい、108?108 です。連続で取ったの。1人108連続です。1人、はい、1人、はい、これその間周り待ってんの。周り、今度終わった人がどんどん応援するっていう立場になるんですよ。いや、今日それはもう人生においてもう得難いもんね。はい、出ますよ、素敵なものをいただきました。で、僕はですね、そうね、思い出すね。高校通算3割5分。お、すごい。じゃあすごいやん。走れば足は一郎の全盛期と同じ 50m5秒9。 本当に。めっちゃすごいやん。そんなね、こう僕の自慢もありつつ、あの高校野球ってね、高校球児一人一人にドラマがあるのよ、ね、だからこれを踏まえて今年の夏見たら泣いてまうて、ね、いかがだったでしょう。以上です。あー、すごい。よかったと思うよ。和樹のプレゼンテーマはドンキホーテ。僕は去年365日のうち300日は行ったぐらい芸人一ドンキホーテが好きだと思います。へー、すごいね。通い詰めましたね。もうまず安さ、そして雰囲気、BGM、はい、もう大好きなんですね。はい、若手芸人お金ないじゃないですか。ほんときがやっぱお世話になって、当時200円弁当っていうのがあって、でも、やっぱり僕を支えてくれたんで、ドンキホーテの総菜の方は東京のお母さんに自負してますよね。で、ドンキホーテ、はい、さらに僕もアトラクション感覚やと思ってますね。はいはいはい、もう簡単に言ったらまず、こちらですね。今何階にいるか分からない。あるあるあるわ。何階にいるか。あるわ。あとですね、この前買い物した時に、うん、ちょっと僕芸人なんでコントとかやるんで、うん、コスプレコーナーとかちょっと物色してたんですよ。はい、でなんかこう物色めっちゃしてたら棚の奥から赤ちゃんのコスプレできるなんか哺乳瓶となんかエプロンがあるみたいな、これちょっと赤ちゃんのコントやろうと思って、うん、で店員にこれちょっと言ってくださいって僕言ったら、店員が言った一言が何これって言われて、いっぱいやりすぎてこれ何ですかって言われて、これ何ですか。 あと店内に UFO キャッチャーがむずすぎるっていうのも、あ、とんでもないアームで全然取れないっていうのが、ちょいちょいディスってない、ね、ディスってないです。大好きなんで、はい。